ディープに参戦、初めバンタム級という階級が一番軽い階級でフライ級がなかったんです。それでバンタム級で試合をしていたんですけど、まあ特に相手が大きいからっていうことは意識しないで、まあ、当たり前だと思って戦ってました。そうですね、デビューして4連敗はしたんですけど、まあ負けた相手に対してまたやればまあ勝てるだろうなっていう、まあポジティブな気持ちがあったんで、結果4連敗はしたんですけど、そこで諦めることはしなかったです。格闘技へのまあパッション、あと何よりもまあやっていて楽しかったですし、あの格闘技は好きだったので、あのちょっと負けたからってあのやめるっていう考えにはならなかったですね。和田選手はやっぱりまず心が強いですね。どんな選手にも動じない心を持っていると思います。技術としては、和田選手は、当て感っていうものがあって、まあ、すごい速い選手、パワーのある選手、この動く選手にどんな選手でもそのパンチを当てるテクニックが他の選手より優れていると思っています。そうですね、バンタム級のタイトルマッチをして、まあ、そこで負けてチャンピオンになることができなくて、まあ、その時にあのフライ級という階級があのできていたので、あの僕の、まあ、体的に合う階級なんじゃないかなと思ってフライ級に変えることにしました。大きく自分の中で何が変わったっていうのは正直わからないんですけど、まあ、あの格闘技始めた時から毎日あの、まあ、練習を積み重ねて自分が格闘技を好きで続けているっていうことが大事なのかなと思って、やっぱそういったところがあるんで自分も成長もできると思いますし、なのでその積み重ねで、まあ、今日まで来てるっていう感じですね。